アボット・ローレンス・アボット・ローレンスは、アメリカ合衆国の実業家、政治家、慈善家。1792年12月16日、ローレンスは、マサチューセッツ州グロトンにおいて生まれた。ローレンスは、地元のグロトンアカデミーで学び、1808年に、卒業した。ローレンスは、兄のアノスの下で商業を学び、共同で、輸入事業を立ち上げた。 ローレンス兄弟はボストンにおいて主にイギリスと中国から様々な商品を輸入した。兄弟は後に某職業にも手を広げ大きな富を獲得した。ニューイングランドの多くの都市においてローレンス兄弟は織物産業の先駆者として名声を獲得した。1820年代ローレンスは著名人としての地位を確立した。ローレンスは 経済的利益のための鉄道建設を強く支持し、激しい論争を生み出した。1834年、ローレンスは、ホイッグ等の支持を受けて、マサチューセッツ州で、連邦会議員に選出された。1836年には、党からの支持を受けられなかったものの、再選を果たした。1842年、ローレンスは、 カナダとの国境問題を集結させるための委員に任命された。1848年、ローレンスはホイッグ党において副大統領の指名獲得を目指したが失敗した。本選挙ではホイッグ党が勝利を収めザカリー・テイラーが大統領に就任した。テイラー大統領はローレンスにいくつかの要職を提示した。ローレンスは 閣僚職を誇示し、中英公師職を選択した。イギリスにおいてローレンスは、クレートン・バルワー条約の締結交渉に関与し、高い評価を受けた。ローレンスは1852年に、中英公師を辞任し、アメリカ合衆国に帰国した。ローレンスは、大統領選挙に立候補した、ウィンフィールド・スコットを支持し、選挙運動を支援した。だがスコットは、 奴隷制反対を掲げたため、奴隷制を支持するホイッグ党と疎遠になり、選挙に大敗した。ローレンスは、ボストンのユニテリアン協会で、積極的に活動した。ローレンスは、仮想階級の人々に対する教育の重要性を、啓蒙し、各所から寄付を募った。ローレンスは、ローレンスアカデミーやボストン公共図書館、 ボストン市による安価な住宅の提供を支援した。またローレンスはハーバード大学ローレンス科学学校の設立資金を提供した。1855年8月18日、ローレンスはボストン市内において死去した。ローレンスの遺体はマサチューセッツ州ケンブリッジのマウント・オーバーン墓地に埋葬された。父親はアメリカ独立戦争で、 大陸軍士官を務めたサミュエル・ローレンス。母親は、スザンナ・パーカーであった。ローレンスは1819年6月28日に、マサチューセッツ州メドフォードにおいて、キャサリン・ビグローと結婚した。二人の間には、以下の子供が生まれた。アニー・ビグロー・ローレンス・ジェームズ・ローレンス・ジョージ・ローレンス、ジョン・アボット・ローレンス、ジョン・アボット・ローレンス。1825。 ティモシー・ビグロー・ローレンス・アボット・ローレンス・キャサリン・ビグロー、ローレンス。ありがとうございます。